だろ、そんだろ、そんだろ、そんだろ。で、まあじゃあ起立筋やりますってなった時に、はい、で仰向けになってもらって最後。そうなんだ。そっちからやるって珍しいね。そうね。ただ実はこれ、私が結構なんか背中が緊張しすぎて、まだ施術始めた時に、うん、息が結構できなくて、自分が苦しかった時にやってもらったら、これあの、ね、いろんなことやってくれたの、その人すごいできて、だけどこれのこの引っ張るのでやってもらった時だけ、あ、抜けるんだ、息ができるようになったんですよ。そう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 、横向きでそういうメリットあるよね。うん、力抜きやすいの。そう、背中がお客さん丸まってたりとか、体勢をやりやすいように整えないと、うん、なんかその逆に狙いにくくなってしまう場合もあるから、うん、そこだけちょっと気をつけて、うん、で今度あの最後ね、あの仰向けになった後とかも、うん、こう手をね入れて、じゃあちょっとまずさ、こっちから突っ込んだ、突っ込んで、ここでやっぱあの骨一回確認してね、確認して水を探して、おお、自重でね、四指で今剥がしてた、うん、こういう感じ、ね、で今度反対側からちょっと見てみましょう、うん、よいしょ、ちょっと位置変えるか、これで映るかな、あ、映るか、あ、そんで手を入れて、で、まあ、位置をね、あの焦らず確認して、うん、で、こうね、寄せて、グリグリ、グリグリ、うん、これぐらいいくつかのやり方で起立筋狙えたら、うん、結構あの、なんだろうな、焦らず1回の場面で意地にもならず、うん、ちょっとやれるんじゃないかなと、うん、でその時にさっき言ってたみたいな、最初の1ラインの溝のところと起立筋自体と、うん、まあ、あのもうちょっと外側の部分、うんうん、はい、3種類分けて、うん、余計のところとこうやってあげると、うん、まあなんかあの、うん、なんで同じことばかやってんだろうみたいにはあんまりならない。そう、親指でも押したりしたし、肘でも押したりしたけど、今4指でもいろんな部分使ったじゃないですか、うん、でもあの結構自分の手の負担も軽減できるし、うん、力がないのも、まあ、この間のバージョンじゃないけど、うん、お客さんの体重利用してできるから、うん、弱い人でもできるかなっていう感じです。はい。じゃあ、あれさ、うん、多分ね、うん、豚の手をみんな知りたいと思うんだけど。豚の手知りたい。いや、豚の手知りたいよみんな。うん、あ、ちょっと教えてあげて、多分、まあ基本中の基本なんじゃないかさ。あ、そう。あの、多分知りたい人多いと思う。これ気持ちいいじゃん。まあまあ気持ちいい。多分豚の手って多分学校とかで習うと、うん、手のひら。習うのこれ。あ、習う習う。うん、ベタ付けして、うん、で。あのこのなんていうの、あの 手をね上から圧迫させて触るみんな、まあ、こっち上から見てるやつ、上から見てる、極突起を挟んで、そんで手刀を倒して、まあ、割と小指側の手刀の方に体重かけるんだけど、だから指先のね圧が欲しいからこうやってやるんだけど、これでもいいんだけど、私は気持ちいいのは立ててるんだと思ってるんですよ。そうで立てて母子圧みたいな形で、あのまっすぐ、ま、うんうん、っすぐ押していくっていうのをやるんだけど、押した時にその日のね、やっぱコンディションとかお客さんの高さとかで自分の手が震える場合があるわけですよ。あるね。で震えちゃう時に手の甲を支えるのか、うん、手首を支えるのか、うん、まあ、もしくはあの軽く手刀みたいにして押さえて、うんうん、でその時にあの自分の体重で前に持っていく、うんうん、でやっぱりポイントは右と左同じぐらいの体重が乗ることと、うんうん、まあ、同じ場所を狙っていることをやっぱり、うんうん、でこれまっすぐ押していくのと、うん、押して左右にグリグリグリとか、いいね、うん、グリ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 とかやると後の仕事が楽になります、うん、こうやってね、グリグリグリと揺すってます。これ結構覚えた方がいいと思うんだよね、うん、これはでも確かに親指が痛い時とか、うん、なんかたまたまちょっと親指の調子がなんかあの良くない時に、避けるべき時にはあのだいぶ使えます、うんうん、だこれずっとやってほしいもんね、うん、これ結構やれるんですよ、うん、そんで平気なんですよ、力が抜けるし、そう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 、うん、でもなんか私横手が本当最近好きで、あ、それね、クリクリって、うん、
それあのお客さんのリアクション結構いいんだよね。おお気持ちいいみたいな。そう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 、うん、あとやっぱり前言った痛いさ、長径靭帯とか痛いとこにはこれぐらいの圧の方がお客さんが我慢できる、うん、なんか嫌な空気になるから確かに長径靭帯思いっきり言われるとちょっとイラッとする 痛さがある。そう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 、はい、まとめです。はい、まとめましょう。はい、すみません。はい、まとめです。キリツキンの基本ミキティバージョンでしたね、うんうん、はい、どうでしたかね。いやいや、もうやっぱ豚の手からスタートしてある程度満足させてからの他行った方がいいよね。ああ、そうですね、うん、確かに。もうそれでなんか、うん、つかみは OK みたいな、うん、あ気持ちいいみたいな感じですね、うんうん、力抜けてるから。じゃないと最初からこう母子圧系でいっちゃうと、うん、なんか気持ちいいのかな、どうなのかなっていうのを探ってきちゃうっていうか、こっちお客さんがね、お客さんの心理的には、はいはい、何すんだみたいな。そうで圧加減どうだろうとかさ、うん、もうちょっと欲しいとか、そういうの行く前にそっちでもうつかみを OK にしちゃうと行きやすいのかも、うんうんうん、次の段階に。そっか、あれありきだね。ありきだと思う、うん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 。で腰の方から母子圧、うん、最初溝だよね、溝のところをやってて、まあ、溝だからタレツキンの方ってことだよね。そうですね、うん、でなんか結構豚の手やってる時もこの人側腕してないかって確認はできてるんだけど、うん、でもまあぼやっとなわけですよ、まあ、ぼやっとですね。そこをまた再確認していく意味でも溝先に押すと、うん、あのこの人の歪みが分かりやすい、うんうんうん、歪み確認しながらやってるってことね、うん、でやっぱりあとその次のラインだったり外側とかになると、あの肺部輸血とか言ってあの膀胱系のあのツボとかのところをやっていくことで、うん、なんだろうな、なんかあとほぐれやすい内面になってく気がしてる、うんうん、これやっていろいろやった方が成果が出やすいのと、うん、あと私これには意味いくつかあって、ほぐすのもそうなんですけど、まあ、止めてるっていう意味もある、うん、意識をここに持ってこさせる、うんうんうん、なんか胃元整体って私前言ったことあるんですけど、あれとかでもそうだけどさ、筋肉のトレーニングとかでも、うん、なんかその緩めるばっかりじゃなくてそこに意識持ってこさせるっていうことがすごいやっぱり、うん、あの後の今ベッドの上で受けてて気持ちかっただけじゃなくて、うん、立った後に安全が確保できる。あ、うん、だからパッパッパッとやっちゃうと、うん、なんかそこに集中がいってないから、なんとなく残らないっていうのね。だから6秒とかだって3秒、うん、6秒3秒っつったら、ね、もう10秒以上かけて、うん、あのやってるから、そこに意識は結構持続しやすいと思う、うん、そうだよね。持続圧とか安定圧とかいろいろ言い方あるよね、うん、そうそうそう、キープしとくやつね、うんうん、そんなのをやって意識してみると、うん、あの満足度が上がると思いますので、ぜひご活用ください。そうだね、起立筋基本なんで、うん、ちょっとでも参考になればだよね。そうですね、うん、私こうやってますみたいなコメントあればまた、あ、そうですね、うん、っていうことを言っても誰もくれないけどください。なんか文章で説明するのが難しいのかな。あ、確かにね。どうなんだろう、それとも、うん、私の修行は教えられませんって思ってる。それもあるかもしれない。それもあるかもしれない。思ってるのか。企業秘密。でも今はね、どんどんシェアの時代なんで、どんどん出した方がいいんですよ。そうですね。うん、どんどん、うん。それでファンを作っていった方が絶対いいんで、ね、今はね。隠し、昔は隠してたじゃん、本当に。あ、先生教えてくんないし、お金出したら教えるよみたいなさ、いやらしい人が。そう、だから私さ、運良かったなって思うのが、うん、私が最初教わった先生は、上手は上手だ、うん、あの説明ができなかっただけで。あ、でも、教えたがりだったわけ。あ、だからすごい救われたの。教えたがりの方がいいよね。そう、うん、ダッシュ惜しみ系じゃなくてね。あとなんかスタッフさんとかでもいたけど、まだ始めたばっかの時に先輩なわけじゃん、うん、聞きたいのにさって隠しちゃう。いなかったはずでした。俺もね、最初から開業だったんで、いるのよ、あの聞く聞く、うん、教えてくんないとか言って、みたいな。見せてくれないみたいなね。そう、多分いるいると思ってる人いっぱいいる。あ、いや、いるいる、ね、聞くもんだ、その話。そう、で今はなんか私なんか逆で教えないつもりもないんだけど、うん、今の段階でこれを教えて意味あるかなとかは、うん、やっぱり教える立場になるとあるね。ああ、それはあるね、うん、ちょっと頭が混乱したりするからね、いろんなことが入りすぎるよね、うんうんうん、そうなんだよね、そこはね、教える側として難しいよね。で、もちろん聞かれた時に昔は全部教えたこともあるんですよ、うん、で結果誰が一番成長したかって、うん、必要な段階の時に必要な学びをした人が一番できるようになるんですよ。あの、知りたい気持ちは私も一緒だったから分かるけど、うん、いや、そうなんですよ、うん、それよくあるよね、うん、だってまずテクニックをいろいろ手数が欲しいからこうそっち行くじゃないんだよね、うん、まずその一つの主義をしっかり落とし込むまでやるっていうのは、うん、後から伸びるポイントだよね、うん、
あとなんかそうだ、セミナー、うん、セミナーに行きまくるみたいなことって結構ありがち、私もちょっと行ってた時期やっぱあって、で途中からあ行ってもその後練習しないと本当に意味ないし、ね、うん、そうなんか行ったただの私勉強行きましたみたいな事実作りに行っただけになっちゃう、そうだね、あとその後の飲み会やる気みたいな、そう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 そいや実際あるのよ、言われたことも、いや飲み会が楽しいから来てるんですよ、うん、勉強しないのみたいなそれも嬉しいじゃん勉強してよみたいな最後の飲みとかだるいんでいいっすとか言うよりはね、ああ、みたいな、傷つくじゃんでもどうしても主婦の人たち来れないからかわいそうだよ ね、帰んなくちゃいけないから、うち5時半までやってるからさ、お子さんが大きくなった時には、はい、そうだね、大きくなってからだね、私もだから子供ちっちゃい時は全然それに行けなかったけど、うん、やっぱね、今上も高校生とかになってると、うん、だいぶやっぱりあのいろんなことが安心なんで、うん、みんな同じ時ありますからね、やっぱ ね、うん、やっぱどの時期にどの段階でその人がどういうことを学ぶかっていうのはやっぱりすごい大事で、うん、いきなりステップアップして応用編をやっても、うん、なんか形だけになっちゃうんだよね、落とし込めないんだよね、でなかなかその主義の意味を分かってなくてやるほど本当危険で、なんかなんていうのかな、この前言ったよね、だから学校で意味教えてくれなかったんですって、いいみたいな、なんかこれ現場でろみたいので早く売り上げ立てろみたいな、サロンだったらあり得るんだけど、お金払って学んだんでしょ、そうそうなんだよ、そう、あとセミナー難民、さっきも言ったように、あ、いるんだよね、やっぱり ね、いろんな主義が入りすぎちゃって自分の頭がフリーズしちゃって何やっていいか分かんなくなっちゃうって人がいて、この前ね、実はあったんですよ、そういう人が問い合わせ来て、のぶちゃんの先生ちょっと受けたいですこれって、で受けたいのはいいんだけど、その人の話聞いてたら、その人がどういうふうにやってるのかが知ってた方が教えやすいと思って、はいはいはい、だからまずやってもらったの、したらなんかね、もう、あれなんですよ、自信がないのが伝わるんですよ、ものすごい、自信がないみたいな、だからね、もうなんかフリーズしちゃってるんですよ、頭の中で、でお金出してあっちこっち行ったんで、して言ってる先生のことも全然違うらしくて、だからもう自分の中でね、分かんないんだって、そうパニックになっちゃってだから今度しっかり教わりたいみたいなこと言ってたけどね、なんかやっぱつまんないって言ったらあれだけど、やっぱり基礎ありきだから、最初のなんか最初重心をこういう風にやってとか、なんかそういうのってなんか最初教わってもつまんないじゃない、つまんないんだけど教わるしかないんだよね、やるしかないんだよね、その後に施術した後に気づくのが、それができなかったから手を痛めたり肩痛めたり、そう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 、お客さんに圧が足りないって言われたり、おかしなやり方の癖がついちゃったりするわけじゃん、さっきの肘の人と一緒だよねずっと肘が自分がお客さんがまた満足するから余計やっちゃうんだよね、でもこうやってやってたらさ、こう反対も入れればいいんだけど左ができないんだよね、それなんかさ、こうあれさ、なんか志村けんとかがさ、なんかコントでやってさ、やってやってるね、あれ何ババアだっけ、なんか志村けんのあれ、ね、懐かしい、何の話だよいやでもね、後半まで見てるね、俺の知り合いの、塾にも来てる先生言っとくよ、名前は出さないけどね、試験の時に、うちの2級の試験の時に緊張しすぎて、志村けんのおばあちゃんになっちゃった緊張しすぎて、ああ、何やっていいか分かんない分かんないとか言って、こう手がね、こういうごめんね。でもなんかその試験に限らず、私かなり雑な教えられ方されて、初めての施術受けた時に、60分コース教わったはずなのに、1連やったら30分しかなかった、多分そうなってたんだよね、で何しようかなっていう時の動きが考えてるんだよね、だからこうやってやりながら考えてる時の手が志村けんだってだけど何やったっけみたいな思い出すまで、そうそうそうそれがもうこんなの今聞いて本人コメントください私です。でも結果あのその時は受かんなかったけど、次受かった、っていうことがありました、緊張の垣間ってね、そうだね、はい、ということで、ご視聴ありがとうございます、どういうことで、ね、ありがとうございます、じゃあまた見てね、はい、急に最後まで見た人には感謝ですね多分のりちゃん、少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。